タオリンプラスアーファーの井上楓です。サンタオリンプラスアーファーの井上隆です。はい、トライアルが終わって福井に来ました。で、ちょっとあのクローズ気味な波なんですが、入っていきたいと思います。とりあえずさくらはサイズが大きいということで今日はカメラマンです。頑張ってね、さくちゃん。頑張ります。アリと2人で今から入っていきたいと思います。はい、今月末ね、しだしたもしかしたらね、クローズ気味かもしれないということで練習2人で行ってきます。撮影高桃とよろしく。よろしく。はい、行ってきます。とうとう帰っていくお姉ちゃんであります。乗れないよって言っております。姉ちゃんが行きます。おーっと、行きました。最初はカットバーク、めっちゃガタガタですね。そしてボタンボタンから、おっと割れた、死んだ、一生つけてみたいな感じです。結構手前流されてきました。ロビンソンかな。君と出会った奇跡の香り溢れてる、きっと今自由に空を飛べるはずで、ね、空も飛べるはずの回復っていきます。きっとこれは普通の何でも食らうはず。よっしゃ、ガッツポーズしております。
ゃん。なんか言えんのかにゃん。お疲れちゃま。あれ見えないわ。ブブブブ。あ、見えた見えた見えた。お兄ちゃん。こっち向け。お兄ちゃんこっち向け。あ、向いた。聞こえた。お姉ちゃんと何や。喋っております。うほほほほ。こっちはこんな感じ。ヘッドキャップ欲しい。めっちゃ水痛い。ドルフィンとさ、バカーンって殴られてる感じで、あ、流れがとりあえずすごくてさ、波、どれが波か全然わかんなくて全然乗れないや。楓上がって正解かもね。うん。というわけでもう一ラウンド行ってきまーす。はーい、撮影よろしく。壺押しじゃなくて体をボキボキっとやってきました。いやでもそれよりね、水がすごい冷たくて頭痛くてもうガチーンでした。でも何本か乗れたんで、ね、よかったです。はい、明日ねなんかサイズ探すなんでね、はい、さくらと頑張っていきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。最後にチャンネル登録と高評価、インスタグラムのフォローよろしくお願いします。それではまた次回。